2月22日土曜日です。現在の時刻8時になったところ、今市川橋を渡って都内に入るところです。早速なってくれました。行きます。はい、ということで8時3分今日の1軒目なってくれました。ローソン北小岩4丁目店さんです。ピックアップ向かいます。こちらドリンクです、はい、チチのドリンクです。はい、わかりました。お願いします。お預かりします。ピックアップ完了しました。お届け先市川市ということで、一発で千葉県に戻されちゃいましたね。8時18分ローソンさんの配達完了しまして、また都内に戻ってきたところです。昨日ね、ひまたぎクエストカンクリへ向けてがっつり稼働しようと思ってたんですが、夜急遽予定が入ってしまいまして、お、なってる。20分か、どうしようかな。でも行きましょう。はい、呼んでくれたのはマクドナルド東新小岩店さんです。ちょっとピックに距離ありますけど、構わず行っちゃいます。で、途中になってしまいましたが、昨日金曜日、はい、がっつり稼働しようと思ってたんですが、夜予定が入ってしまいまして、中途半端な稼働に終わってしまっております。動画も作っておりません。ということで、今日のスタート段階でひまたぎクエストカンクリまで土日2日間残して70回、まあ可能そうな数字には思えるんですけれども、明日日曜日、例によってロング夜勤が入っているもので、あまり遅くまでできないということで、今日ね、勝負がけの日、1件でも多く配達をしなければいけない土曜日という形になってしまっております。おはようございます。おはようございます。Uber で来てます。はい、F…行きます。お次です。2分程度の待ち時間で済みました。呼んでくれたのはマクドナルド蔵前橋通り北小岩店さん、1店舗ダブルです。行ってきます。はい、すみません、お願いします。はい、お預かりします。さらにもう1回、はい、行きます。9時40分マクドナルドさんの配達完了しました。ここで注文止まってますが、まあ1時間40分で7件、なかなかいいペースで配達できました。はい、あまり待たずに呼んでくれました。9時48分スターバックスシャポー小岩店さん、ピックアップ向かいます。はい、はい、お預かりします。待ちましたが、10時10分もう一度スターバックスシャポー小岩店さんが呼んでくれました。ゼロ、ありがとうございます。はい、暑い中ありがとうございます。お預かりします。行っちゃいましょう。10時16分スターバックスさんの配達完了しまして、お次じゅずってくれたのはマクドナルド蔵前橋通り北小岩店さんです。行ってきます。こんにちは、ウーバーです。はい、こんにちは、番号お願いします。はい、市川行きでも行っちゃいます。10時25分、配達完了しまして、さらにもう1回マクドナルド蔵前橋通り北小岩店さんです。行ってきます。こんにちは、ウーバーで来てます。10時36分マクドナルドさんの配達完了しました。で、千葉県に戻っては来たんですが、譲ってくれないので、また都内に戻ろうかと思います。19分、まあ行っちゃいましょうか。10分弱間空きまして、10時45分呼んでくれました松屋京成小岩店さんです。行ってきます。ダブル、いっちゃえ。こんにちは、ウーバーで来てます。はい、お次追加ダブル受けたのは、またまた登場マクドナルド蔵前橋通り北小岩店さんです。行ってきます。はい、こちらがこちらのソフトお願いします。はい、わかりました、お預かりします。ちょっと待ってね。11時16分松屋さんとマクドナルドさんのダブル配達完了しまして、お次じゅずってくれてるのはバーミャン市川ママ店さん、行ってきます。プラス16分の追加ダブルはお断りします。
プラス18分の店屋さんのお断りです。しつこいな。もうしょうがない、行ってあげよう。はい、そうです。はい、お預かりします。はい、追加ダブル受けました。ギリギリプラス14分であれば許容範囲かなということで、ケンタッキーフライドチキン市川店さん行ってきます。こんにちは、ウーバーです。11時41分、バーミヤンさんとケンタッキーさんのダブル配達完了しまして、お次、ジュズってくれてます。スターバックスコーヒー社交市川店さん、行ってきます。こんにちは、ウーバーで来てます。何番ですか？はい。北分 ?3.7 キロで行ける？12時ちょうど、スターバックスさんの配達完了しました。これでオンラインにしてからちょうど4時間、配達件数16件ということで、結構いいペースで配達はできていますが、まあ件数取るためにショートと短めのダブルしか行ってないもんで、売上的には6225円、16回で6200円、だいぶ安いかなっていう感じですね。まあ構わず今日は件数どんどん増やしていきたいと思います。お次も譲ってくれてます。築地銀だこ市川店さんと、もう1店舗ありますね。 PPDD ダブルです。行ってきます。はい、お預かりします。2店舗目はほともと市川駅北口店さんです。まもなく到着します。はい、ではこちらです。はい、はい、お預かりします。12時25分、築地銀だこさんとほともとさんのダブル配達完了しまして、ここはジュズーラズーです。ちょっとね、駅から離れてしまったんで、市川駅の方に向かって動いていきたいと思います。18分 4.5 キロの松戸市、気はやめておきましょうか。お次、12時33分、PPDD ダブルで呼んでくれました。1店舗目が戦うステーキ、明日のジョーさん、初めて行くお店さんです。行ってきます。明日のジョー。お預かりします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ダブルピックの2店舗目は、ほともと元八幡南口店さんです。イベントソース。はい、お願いします。はい、お預かりします。28分でダブル、行っちゃいましょう。1時台に入りまして、先ほどの明日のジョーさんとほともとさんのダブル配達完了。譲ってくれたのが市川にケコルトンプラザ内にある2店舗。1店舗目がパールレディさんです。はい、こちらです。お願いします。はい、お預かりします。で、お次はペッパーランチさんですね。こんにちは、ウーバーで来てます。ダブルピック完了しまして、お届け先が市川南方面です。で、ちょっとピック待ちがあってね、その間ずっと日向にバイクが置いてあったんですけれども、もうシート焼けちゃってて、お尻やけどしそうですね。暑い、危険な匂いがするけど行っちゃおう。はい、ちょっと間が空きまして、2時2分です。呼んでくれたのは PPDD ダブルで、1店舗目はケンタッキーフライドチキン市川店さんです。待ってる間コンビニでたっぷりと水分取らせていただきました。こんにちは、ウーバーです。はい、こんにちは、ウーバーです。フレッシュジュース、はい、はい、大丈夫です。ダブルピック2店舗目はフレッシュジュース東京市川南店さん、今ピックアップ完了したところです。お届け先最終目的地が稲子市ということでね、普段であれば取らないちょっと遠いとこなんですが、まあ2時台あまりならない時間ということで、うん、行っちゃいます。2時31分、フレッシュジュース東京さんとケンタッキーさんのダブル配達完了しまして、次は決まっておりません。また駅の方に戻りたいと思います。松戸か、この時間か。まあ大差ないね。松戸、高塚神殿行っちゃいましょう。にしても安いな、今日は気にしないんだった。はい、すぐ呼んでくれました。鳴ってくれたのはマクドナルドさん、マクドナルド松戸高塚マミーマート店さんです。まあ今日はね、件数取るだけを目的にしてるんで、分単価安いのは気にしないつもりでいたんですが、今ついつい言ってしまいました。
はい、とりあえずピックアップ向かいたいと思います。はい、お預かりします。2時47分、マクドナルドさんの配達完了しました。で、この配達で今日の売り上げ1万円に到達です。かかった時間が6時間47分って、ちょっと待って、配達件数25件、1万円到達するまでに25回も配達してるって、どんだけ1件あたりの単価安いのっていう感じなんですけれども、まあ今日は気にしません。とにかく件数削ります。全然気にしない。お次は3時5分に呼んでくれました、大戸屋ご飯どころシャポー市川店さんです。お待たせしました、はい、こちらお願いいたします。はい、こちらですね。はい、お預かりします。3時25分、大戸屋さんの配達完了しまして、お次ジュズってくれてます、成城石シャポー市川店さんです。追加ダブルどうしようかな。はい、お預かりします。お次は追加ダブル受けました、カフェベローチェ市川店さんです。こんにちは、ウーバーです。ダブルピック完了しました。お届け先が西小岩北小岩ということで、久しぶりに都内までまた行っちゃう感じです。カフェベローチェさんと成城石井さんのダブル配達完了しまして、お次はドトールコーヒーショップ小岩駅南口店さんです。だいぶ間が空いてしまいましたが、4時43分読んでくれました、麺屋たかし京成小岩店さんです。行ってきます。こんにちは、ウーバーです。4時57分、ラーメンたかしさんの配達完了しました。今の配達が今週の100件目ということで、ひまたぎクエスト第1段階クリアいたしました。1万円ありがとうございます。ありがとうございます。お預かりします。5時7分になってくれたのがカフェイタリアントマトシャポー小岩店さん、今ピックアップ完了したところです。で、一つ前の麺屋たかしさんの配達が今日の30件目だったんですけれども、まあペースはね、結構いいペースで配達できてるんですが、報酬クエストの1万円除くと1万2724円ということで、30回配達して1万2000円台、まあ多分ね、ショートばっか選んでたから安いだけ、うん、週末土曜日にね、ウーバーさんの報酬レート安いわけがないし、まあ今日はもう考えないようにしてるんで、はい、きっとそんなのは気のせいですね。微妙だけど、そろそろ時間もあるんで行っちゃいます。先ほどのイタリアントマトさんの配達完了からすぐになってくれました。呼んでくれたのはしっとりパンケーキ恋するスフレ江戸川上式店さんということでね、恋するスフレが気になってしまって、はい、23分かかるということで、ちょっと時間オーバーなんですが行くことにしました。ね、久しぶりに恋しちゃうかもしれないかなっていう感じで、お預かりします。ピックアップ完了しまして、お届け先が北小岩方面です。ですね、なんか可愛らしいカフェとか想像してたんですけど、ラーメン屋さんでしたね。はい、でもまあね、お店の見た目とかじゃないんで、中身なんでね、食べたら恋しちゃうのかもしれないです。恋するスフレさんの配達完了しまして、お次ジュズってくれてます、 PPDD ダブルです。まず1店舗目が恋する伝説のスタドンや小岩店さんで、2店舗目は餃子の王将小岩駅北口店さんです。ピックアップ向かいます。こんにちは、ウーバーです。はい、はい、こちらです。はい、お預かりします。6時23分、餃子の王将さんと伝説のスタドン屋さんのダブル配達完了しまして、お次、ジュズってくれてます。唐揚げの鉄人、市川北口駅前店さん、ピックアップ向かいます。こんにちは。ウーバーで。はい。
6時42分、唐揚げの鉄人さんの配達完了しまして、お次、ジュズってくれたのがケンタッキーフライドチキン市川店さんです。行ってきます。これは行かないです。プラス8分、1.1 キロの方は行っちゃいましょうか。こんばんは、ウーバーで来てます。こんばんは。はい、追加ダブル受けたいきなりステーキ市川店さんだったんですが、これからお肉焼き始めるということだったんで受けキャンさせていただきました。結局シングルのままですね。お届け行ってきます。行っちゃいますか。お次、結構すぐ鳴ってくれました。7時7分です。元祖唐揚げ本舗ザルマ市川河野台店さんピックアップ向かいます。はい、お預かりします。先ほどの配達完了から20分ほど間が空いてしまいましたが、7時39分 PPDD ダブルで呼んでもらえました。まず1店舗目は蒙古タンメン中本市川店さんです。行ってきます。こんばんは、ウーバーです。ダブルピックの2店舗目は麹食堂 from 幸せ食堂さんということで、小岩のお店さんですね。ということでまたまたこの時間から都内に進出します。こんばんは、ウーバーです。微妙だけどもう行っちゃおうか。8時12分、蒙古タンメン中本さんと幸せ食堂さんのダブル配達完了しました。で、イケメンのお客さんがですね、配達中にメッセージを送ってきてくれまして、住所変更ですということで2キロぐらいずれてる場所に案内されてしまいまして、今日はね、やっぱ時間との勝負しながら件数を稼げに行ってるので、うーっていう感じでちょっと不機嫌になったんですが、まあ受け取りに出てきたのがね、女の子でニコニコしながらすいませんっていう感じだったんで、思わずすぐ機嫌が治ってしまいました。はい、ちょろいです。でもってお次、ジュズってくれてます PPDD ダブルです。1店舗目がケンタッキーフライドチキン小岩店さんです。行ってきます。こんばんは、ウーバーです。お願いします。ダブルピック2店舗目は天ぷらの天楽さんです。行ってきます。8時44分、天ぷらの天楽さんとケンタッキーさんのダブル配達完了しました。で、ウーバーさんのアプリでは運転可能時間が残り2時間8分ですよという通知が来ております。おっと、鳴ってくれたけど、これはどうだ。四つ木はね、いや悪い案件じゃないよ、悪い案件じゃないけど、四つ木はあまり土地勘ないんだけど、行って大丈夫？もうちょっといいの待ちましょうか。いや、行っちゃう？はい、結局取ってしまいました。 TPD 同じお客様へのお届けのダブルです。1店舗目が吉野家さん、吉野家6号白鳥店さんです。行ってきます。ウバイスの方、お待たせいたしました。はい、はい、吉野家さん大混雑でちょっとピック待ち発生してしまいました。で、ダブルピック2店舗目はミニストップさんです。ミニストップ宝町2丁目店、行ってきます。はい、お預かりします。9時14分、松屋さんとミニストップさんのダブル配達完了しました。次は決まっておりません。もうちょっと頑張ってみます。ちなみに今のダブル配達で今日の売り上げ、クエストの報酬1万円を除いた今日の売り上げが2万円に到達しております。かかった時間が13時間と14分、13時間14分です。時刻9時半を回りました。すっかり鳴り止んでしまっております。とりあえずね、お腹減ってきた。それと、なんかお尻痛いんですよね。ずっと座り続けてるからなのか、もしくは本当にシートが熱すぎて低温やけどになってしまったのか、ちょっとわかりませんが、とりあえずじわじわと地元の方に向かっていきたいと思います。とりあえず今、市川橋渡って千葉県に入るところです。
結局30分ほど間が空いてしまいましたが呼んでくれました。9時46分です。ヘルシーカオマンガイのお店、ハイナンジーファンホンポンポ、ハイナンジーファンホンポ、はい、で合ってると思います。モテアダ店さんです。行ってきます。ならないのにダブルは持ってくる、どうしようかな。こんばんは、ウーバーです。ピックアップ完了しまして、お届け先が市川南方面です。で、追加ダブル、やはり17分はちょっと長いんでお断りさせていただきました。10時3分、ファイナンジーナン本舗さんの配達完了しました。で、今の配達分単価33円のオファーということで、また4時以降ずっと報酬レート高いんですよね。ただ今のオファー飛んでくるまでに30分ほど待ち時間ありましたし、ピックアップの時にモテアットの周辺結構あぶれてる配達員さん、待機してる配達員さん、道にバイク止めて待ってたりしてたんで、需要と供給のバランスで決まってるわけじゃやはりないような気がしますね。単純に曜日とか日にちとか時間帯によって元から報酬レート決められてるんじゃないかなっていう気がします。また市川南に戻るのか、行くけど。10時11分呼んでくれました、サイフクロウ南八幡店さんです。まあ、モテアートまで戻ってきたんですけど、お届け先はまた市川に戻ることになるみたいです。これも行かない。はい、ありがとうございました。はい、お預かりします。10時29分配達完了しました。で、置き配で写真を撮ってメッセージを送ってる最中にオファーパッと飛ばしてきて撮ってしまいました。ちょっと不吉ですね。10時半になろうかというこの時間にどこ飛ばされるかわかんないのはちょっと怖いんですが、もう撮っちゃったんで行ってきます。 PPDDW です。1店舗目がフレンチトーストの店、メープルキスさん、まもなく到着。こんばんは、フレンチトースト、はい、お預かりします。ダブルピックの2店舗目がキッチンオリジン京成小岩店さんということで、どうやらこの時間にまた都内に戻れということみたいです。はい、行ってきます。こんばんは、ウーバーです。10時58分、メープルキッスさんとキッチンオリジンさんのダブル配達完了しました。で、たどり着いたのは高砂です。まあ、そんなひどい場所ではないですが、まただいぶ千葉から遠ざかってしまいました。運転可能時間アプリから通知ありまして、あと40分弱あるそうです。さすがにでも疲れてきましたかね、っていうかお腹減ったな。ごめんなさい、今から篠崎は無理、しかもこれ京葉道通らせようとしてるし、はい、無理です、ごめんなさい。はい、というわけでキリがないので今日の稼働はここまでにしたいと思います。というわけで簡単に結果発表です。オンライン時間が15時間30分、よく頑張りましたと。走行距離が171キロ、 Uber オンリーでやらせていただいて47件です。47乗車で売上32,184円、このうち1万円はひまたぎクエスト第1段階の1万円が含まれておりますので、賞味の売上は22,184円ですね。で、肝心なひまたぎクエストなんですけれども、最終段階140回まであと23回、ちょっと中途半端な数、地元で稼働するには一抹の不安が残る回数ですね。どうしよう、まあ早起きできればまた都内出てもいいんだけど、今日この時間までやっちゃってますからね。まあとりあえず起きてから考える。で、例によって明日夜勤があるので、本当は少し早めに終わらせて寝たいところではあるんですが、終わるような回数じゃないかもしれないですね。まあ、とにかく明日起きてから考えて、はい、とにかく頑張ってやりたいと思います。今日はここまでです。おやすみなさい。